とあのハイラックスちょっと行ったろうぜ、ね、ちょっとどもどもしすぎだ、ま、一発ちょっとなんかかましたかましたろ、何あのハイラックス、ワンちゃんいる、ドッチ、はい、ってことでさっきさすごいなんかハイラックスいたじゃん、いくつにいたね、いたじゃん、さっきの車に声かけて、うん、ちょっとマジでぶつけてやろうと追いかけてるんだね、ずっと今だからそうだよ、ぶつけてやろうと思ってんだよ、ぶつけてやろう結構いかつそうだったぞ、見たことないゴツゴツ感だったけど大丈夫だ、コミュニケーション取るときさ、あの子供とかって仲良くなるために相撲取ろうぜとかよく言うの、大人と喋るときとかになんか仲良くなりたいなって思う人には車ぶつけ合いましょうよっていうよくボコボコになっちゃうじゃん、そういう癖がある、癖、その強い癖やめろ、うん、その癖がある、どうやら癖強いな、顔だけにしてくれ、ちょっと今日こうエソピッピって巻いて向き合わせてちょっとそこでぶつけてやろうかなって、うん、ちょっとマジでぶっ放してやるから、ちょっと見てて、なんかゴチゴチのいかついハイラックス行ってくる、マジでマジ見てて、社長よろしくお願いします、お願いします、いや丁寧かよ、ドッということで、リュウヤさんです、リュウヤです、ガンチューブのリュウヤです、よろしくお願いします、一ファンとして、なんとシーチャーのファンとして、ありがとうございます、今ここにいます、あとはベイリーとバディです、ベイリーとバディです、でもちょっとハイラックス自体が、はい、あのリュウヤさんのやつめっちゃ気になるんで、はい、いろいろね、はい、お話聞きたいなと思うんですけど、はい、ただ今日この環境に来たのはちょっと勝負したろうぜ、ぶつけてやろうぜ、あ、喧嘩売ってきてる感じが、そうなんですよ、だってさ正式に喧嘩売らせてもらってるんで、あ、まあ、言うなればね、現在僕らハイラックスほぼほぼもう購入したまんまなんです、そうですね、はい、もう車したってみたいな感じで、そうなんですよね、ドノーマル、ドノーマルなんで、ただこっからね、僕らその荷台にね、お家を建てるっていうとこからかなりいろんなもの変わってきちゃうんで、 そうね、その前に、比較対象としてこれです、比較対象でこれこれですこれまた個性爆発した、爆発した、個性爆発、うん、これもう気になってさ、しょうがないと思うんですよ、皆さんもね、車好きな方も見てるし、あんま好きでもない方も見てると思うんですただその中でもいつも見てるハイラックスと全然違うなっていう感じがすると思うんです、はい、なんでこれはまた別動画で紹介させていただきたいなと思うん で、ね、海をパークに、海をパークにダントシートをリュウで、リュウで楽しんじゃおうって感じで戦っちゃおうって感じでよいしょ、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 ということで、じゃあここ砂浜なんですよ、今この現状の僕らのハイラックス、リュウさんとこのハイラックス、はい、足回りとか違うから走行性能変わんじゃないかっていうことも含めてやりたいなと、やっていこう思います、周りのこと考えると危ない、うん、距離をちょっと考えたところで用意ドンでこの距離スピードを含めたどっちがどういう性能を発揮できるかっていうのちょっと、いやそれは個々のなんかスキルに、スキルでちょっと変わりません、どうまあまあ俺そんな普段からビューンってやったらないですよまあまあ、まあ、やってみましょう、そうですね、はい、まあ、一応男として、そう男として喧嘩をやらせていただいたので、よしカモン、そこはちょっと買っていただいて、はい、ちょっとルールとしては、うん、ハイラックス特有のパワーモードがある、パワーモードオンにする、パワーモード、はい、でしーちゃんに真ん中に立ってもらう、もうワイルドスピードの04レースで、やばいな、レディーゴーでしーちゃんが手を下げた瞬間に僕らアクセル思いっきりギュン踏む、グー行く、バン降りる、ゴール地点ちゃんと設定しとくんで、ここまでにどっちが早く、負けるとちょっときついな、ドノーマルに負けるタイヤがね違うんだよね、そう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 、そもちょっとそこも含めてちょっと一回チェックしたいので、そうです、えいってことで気になるカスタムだと思うんですが、まあ、これについてはがっつり他のもう一本の動画でちょっと触れたいと思いますので、まず今回のね勝負の足回りです、チェックしていきたいなと思うんですけど、ダントシーのハイラックスこちらです、普通です、何にも変わらない、リフトアップもしてないしノーマルタイヤで、走行性能上はもう本当にトヨタさんから届いたまんまですに比べ、こちらリュウヤさんのハイラックス、これマッドタイヤですね、 265-70R17 だ、モンスターマッドウォーリアーのねマッドタイヤをね履かれてます、そしてあと足回りがリフトアップしてるんで2インチもアップしてるのでね、ゴツゴツしてるし、あとタイヤの紙もいいですからね、砂浜のね、ということで2台並べて、レッツゴーしたいと思います、
はい、こちらのゴリゴリいかついハイラックスの龍也さん。さて、一発勝負の走破性勝負になりますけれども、いや、パワーモードね、今まで一回もしたことないんで初のパワーモード、初のパワーモードでね、結構生きてるんでね。ちょっとあいつに人は吹かせてやろうか、俺が人は吹かせられちゃうのか、果たしてどっちなんだ、やっていきたいと思います。はい、かわいい丸っこいドノーマルの、ハイラックス乗ってらっしゃるダンさんにインタビューしてみたいと思います。コンコン、どうもこんにちは。どうもこんにちは。あの、これからですね、あのすごい強そうな龍也さんと走破性の一発勝負となりますけれども、いかがですか。そんな精神統一してるこの表情見ればわかんだろ、やるだけだよ。はい、以上になります。それでは頑張ってきてください。じゃあ行きますよ。はい、シードルードしましたか。じゃあバッチリですね。それでは、レディー、ゴマジでぶつけてやろうと思って。だからそうだよ、ぶつけてやろうと思って。ちょっとマジでぶっ放してやるから、ちょっと見てて。イエーあの本物っすよ、こいつ。龍也さん早かったわ、強かったわ。なんか前になんか変なこと言ってたでしょ。なんか生きてたね最初。ちょっとマジでぶっ放してやっから、ちょっと見てて。ちょっとマジでぶっ放してやっから、ちょっと見てて。ちょっとマジでぶっ放してやっから、ちょっと見てて。どう？どんな気持ち？よっしゃ！よし、今だ。潔い。まあこれでね、戦友になったんで。いやマジで、本当話した。話した。いやー楽しかったね。いやー楽しかったね。初めての。いやもちろん負けました僕。だけど性能めちゃめちゃいいってことを分かった。足回りが良くった。やっぱああいう風に足回りしとくとこういうところも優位性があるってことが分かったかな。あの装備ちょっと次の動画にあるんで、そこからちょっと一回一緒にご飯食べてみますか。そう、息子きっと言います。ということでまた次の、はい、ってことで、はい、喧嘩も終わったんでちょっと一夜過ごして今日の朝なんですけど、はい、今回ここ行きたいなと思ったところがあって、うん、でちょっと今日お邪魔させていただいてるんですけど、ワンライフベースさん、千葉県の、ね、九十九里のサーフスポットもすぐ近くにあって、はい、でなんかもういろんな周りにもね、あの買い物できるところとか、あとコンビニとかもすぐ近くにあって、駐車場にね、あの4台あって、まあ、余裕持てるかなっていうスペースもあって、そうですね、結構広い。でお家もあって中で、ね、過ごせたりするんですけど、うん、まあ、いわゆる RV パークみたいな感覚のところなので、そこにちょっと、ね、今回お邪魔させていただいて、はい、でちょっとここのねオーナーの、ね、方ちょっと、ね、お世話になって、はい、ちょっとご紹介したいなと、はい、いうふうに思うんですが、ご紹介させていただきます。りょうさんです。りょうさんです。よろしくお願いします。お世話になりました。お世話になりました。ここね、ファンライフベースさん、ファンライファーさん中心にお越しいただいて、はい、ここねコミュニティをねちょっと聞けるということで。そうですね、はい。ここいつ来たんですか、はい、去年の8月です。去年の8月です。まだピカピカ、ピカのツルツルなんでね、おしゃれでしたね。まあ、あの車中泊スポットなので、ここにキャンピングカーとかバンとかで来てもらって、駐車場とかで全然あのバーベキューとか焚き火とかしていただいて、シャワーも浴びれて、キッチンで料理とかも作れて、それぞれのバンライファーがコミュニティ作っていければ、まあ、いい感じになるんじゃないかなっていう、はい、ので作りました。なるほど。だから僕らも本当昨日お世話になって一緒にね過ごさせていただいたんですけど、本当オーナーであるね、あの、りょうさんめちゃめちゃいい方なんです。めちゃめちゃいい方です。ありがとうございます。だからりょうさんをなんか求めて来ていただいたりとか結構すると思いますし、あとはなんかこうね、りょうさんをね、ハブにね、いろんな方とつながれるかもしれない、うん、そういった意味でもなんかめちゃめちゃいいなって思いますので、バンライフコミュニティとか、うん、あとやっぱ車乗りコミュニティとか、うん、そういった方々にめちゃめちゃおすすめなんでね、はい、なんかこうそういう方々来ていただけたらなというふうに思います。カーステイっていうアプリで、車中泊場所とキャンピングカーがシェアできたりするんですけど、うん、そこからここが予約できるんで、おーってことで、はい、ちょっとそれをね概要欄の方にあ
の貼らせていただきますので、もうそこからね、はい、クリックしていただければここにね遊びに来ていただけるという、うん、はい、概要欄要チェックでよろしくお願いします。要チェックで、はい、今回は喧嘩から始まり仲直りをして、仲直りして、うん、でここの場所で、うん、宴をし、まだお世話になって、またこうやってね人の輪が広がってきます、うん、YouTube 最高っすよね。最高っすよね。本当に。あ、で僕も YouTube 一応やってるんで。うよそれは初耳です。それは初耳です。言ってなかったけど。そうなんですね。まだあの登録者280人ぐらいなんですけど。でもまあまあ。めちゃめちゃでも280人。めっちゃ貴重っすかね。じゃあのキャンピングカーの DIY とかを動画にしてちょっと発信してます。はい、それちゃんと載せときますね。はい、登録してます？してないです。初めて言ったから。このあとします。お願いします。今回実はトリプルコラボに急遽なってるんですけど、まあ、ガンチューブさん、もちろんこちらの方は、ね、前回も皆さん動画見ていただいたので、このガンチューブさんの方から今回、リュウさんに来ていただいてるんですけど、はい、リュウさん、ガンチューブ、ぜひぜひチャンネル登録していただくのと、あと、バンライフベースでやってます。バンライフベースさん、ちゃんとオフィシャルのね、YouTube あるんで、そちらの方もチャンネル登録、ぜひ。お願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、今回、ね、こんな感じで、はい、喧嘩から始まり、はい、仲直りし、仲直りさせてくれた、リュウさんという感じの動画になっております。ということで皆さんまたね次回動画で会いましょう。ではまた。ではまた。イエーイ。